えー、30代の苦笑なんです、えー。バイで去年まで10年間女性と付き合ってました。次は男性のパートナーが欲しいと自然に思ったので、職場で男性と仲良くしようと頑張ってますが、男性への恐怖心もありながらすぐ好きになると矛盾していて、どれもうまくいきません。年齢的にも探すのが厳しいので、払拭するアドバイスをお願いします。年下と付き合ってください。も結局、その、ある程度、そのあのあ男性経験が実はそんなにないんだと思うんですよね。要は20代から女性なので、多分その、 この前男性と付き合ったの10年前とかだと思うので、ただ30代女性、30代男性だとすると、多分見た目もそんなに悪くないと思うので、それなりの男性経験があるだろうという手で来ちゃってると思うので、 で、なので、あの、すごい年下の人と仲良くするっていう風にした方が、ある程度その自分が主導権も握れるし、で、まあ、あの、では、例えば20代の男の子って30代の女性がどういう動きをするかが分かってないので、その、要は、あの、10年間その、あの、その美安の方だったので、その男性経験が薄いとか、あの、30代の女性だったらこうはしないよね、みたいなことも知らないかったりするので、なので、あの、年下と付き合うといいんじゃないかなと思います。 あと外国の人と付き合うとかね。要は日本人の常識っていうところがなかったりするので。